皆さんこんにちは。2018年も残すところはあとわずかになったということなんですけど、はい、もしかしたら皆さん見てる頃はね2019年かもしれないですけど、かもしれない、はい、ないですけども、この動画に12月の31日公開ということで大晦日、はい、ということで2018年最後の日ということでなんですけども、2018年日本含め、はい、世界含め、サッカー界でいろんなことがあり、ありました、いろんなドラマがあり、はい、ね、12月というと、流行語大賞なんていうのも話ありましたけども、はい、我々も、ね、いろんな流行語を見てきたりとか、生み出してきたりとか、もしかしたらね、サッカー界だけにあった流行語っていうのもあると思いますので、はい、まあ、そんな記事をねサッカーキングで上げたんですよ、はい、なんでそのサッカーキングで上がった、テキストじゃなくて何流行語を流行語、改めて皆さんとご紹介してあったねみたいなことを語っていこうじゃないかという動画になっております。まあ、2018年を振り返るということで、そうだね、これを見とけばそうですね、だいたい牙で分かるって感じかな。また数年後見返したらちょっと面白いかもしれないし、うん、あったあったみたいな、はい、ということでまずは、はい、やっぱこれですよ。2018年といえばハリル解任劇、まあ、そうですね、まあ、ワールドカップを含めてやっぱり2018年はサッカー界は相当そのネタは豊富でした、ね、うん、はい、はい、それこそロシアワールドカップ開幕2ヶ月前、そうですね、あの日のことも本当まだ全然すごいめちゃめちゃ覚えてますね。なんかどういう日だったかみたいな、ざわついた前日の夜ぐらいに海外メディアとかがちょっと報じ始めてね、そんでスポーツ日本のスポーツ新聞なんか報じ始めて、で緊急の会見が、そうですね、最初はあれですよね、ハリル・ホジッチ監督を解任というよりかは、うん、なんかあの発表がある発表がありますみたいな感じで、うん、いやだけどさすがにもうワールドカップ2ヶ月後だしな、うん、みたいなのをめちゃめちゃ思って半信半疑でね取材した記憶ありますね。そうですね、まあ、とはいえスペイン代表は開幕前日にロペテギ解任してるから、はい、びっくりしましたね2ヶ月それもうびっくりするどころか1日前の方がねびっくりしちゃった気がしましたね、はい、そして前回ねうちの番組も出ていただきましたよ、はい、マキヒカさんもよく言っている、はい、ケイスケ・ホンダ、そうですね、覚えてますこれ、これ NHK のプロフェッショナル仕事の流儀、はい、これも、まあ、ワールドカップのちょっと前ぐらいのタイミングでやっぱりそのサッカー人気がこの徐々に来てる時での、ね、注目度が高まってる時、そうですね、やっぱここがあのいわゆるこの番組 の, あの大落ちというか、あなたにとってプロフェッショナルだわっていうので、まあ、それぞれ回答が違うじゃないですか、そこがやっぱり一番面白いところだったんで、ね、そこでね これは誰も予想できないですケイスケ・ホンダ、まあ、誰も予想できないこれは。いやそれこそミラン加入した時は僕の中のリトル・ホンダねっていうね、あ、はい、まあ、名言を残してくださってると思いますけど、ミッシーのプロフェッショナルの隆起は何かありますか、はい、すごいめちゃくちゃ大輔三島ということで、じゃあ次行きましょう、はい、続いてはですねこれもワールドカップのキーワードですね、はい、おっさんジャパン、うん、まああんまいい言葉ではないような気がしますけど、日本代表、これ長友選手が言った言葉ですかね、そうですね、まああのまあ、年齢のところがね、うん、どうしても、まあ、ちょっと言われてしまったりみたいなところがあって、うん、まあ、ツイッターとかでもねちょっとも、まあ、盛り上がったというか、まあ、賛否あったと思うんですけど、日本代表ワールドカップ23年の平均年齢が 28.26 歳だったと、うん、日本代表が出たワールドカップ6大会の中では最高の平均年齢だったということなんですけども、別にねって思ったけど、若ければ勝てるんだったらみんな10代で組めばいいんだからって話だからいうことも話題になりました。実際ベスト16にも行ったと。そうですね、まあ、ただ、大会32カ国中2番目だったかな、イングランドが確か一番若くて、あ、はい、2番目か3番目に若かったフランスが優勝したと、うん、フランスはもう4年後も8年後も怖いよね。そうですね、まあそういうところを、まあだけど先々見据えて平均年齢がっていうのはいいんですけど、まあ次の大会出れる保証もないんで、そうだね、やっぱりその時のベストメンバーで行くべきかなっていうふうに思いますけどね、うん、そしてこれはそんな風に言われましたかね、うん、サランスクの奇跡、うん、まあこの言葉セットではあんまり出てこなかったんでね、あんまりですかね、サランスクの空を忘れるなみたいなじゃなかった、あ、ロストフですね、ロストフかサランスクはじゃないんだね、ロストフか、サランスクはコロンビア戦、開幕戦ね、まあ奇跡というよりかはこんなこと起きるんだみたいな、そういうなんか方ですよね、サランスクの何なんでしょうサランスクなんかハモっちゃいました、ということでね、コロンビア戦まさかの PK の幕開けということでね、びっくりしましたよねびっくりしたよ、俺はねあの時ねお台場のパブリックビューイングで見てた、あ、はい、ベッカムが来てる時、はいいやどうなんのかなと思ってみたら、いきなりハンドで一人退場で PK で先制で、でゴールまたさらに決めて逃げ切って勝つみたいな、その後俺渋谷のスクランブル交差点の撮影しに行ってこうやってまあ
すごい昔の話がします、ね、僕はあのこの日はあのサッカーキングチャンネルでコメスタってやったじゃないですか、はい、その時一番僕最終担当だったんですよ、うん、コロンビア戦が、まあ、日本の初戦なんで、うん、まあ、あの試合前からいろいろプレビューとかもするんですけど、まあ、ワッキーさんにも来ていただいて、まあ、いろいろ勝つかなどうかな、はいはい、相手の注目選手はみたいな話をしてたんですけど、結構まあネガティブな感じのちょっとまあコメントとか多かって、まあ、じゃあちょっとコロンビアには勝てないでしょ、4年前も負けてるしみたいな感じだったんですけど、よりやっぱり嬉しかったですね、この勝利。そうだよね、開幕戦勝つっていうのはその後にも影響する。いや本当です。はい、ということなんですけども、その後がパス回し。パス回しってもうサッカー界にとっても毎年流行語じゃないんですか。まあまあパスサッカーってありますけど、まあこの2018年でいうパス回しっていうのはポーランド戦の残り15分20分ですか、はい、引き分けでも OK、 あ違う、負けても、フェアプレー賞で日本が勝ち上がれる状況で、日本は時間稼ぎをしてしまったということでパス回しと。まあ、このフェアプレーポイントっていうのもセットですよね、ここは、まあ、ポーランド戦と、フェアプレーポイントっていうのもね、なかなか普通の試合とかリーグ戦では聞かないルール。そうですね、まあ、基本的にはその得失点とか当該成績とかって大体まあ1個か2個とかで決まるじゃないですか、うん、でなんか最後の方に行くとなんか抽選とかって、うん、抽選みたいな、うん、なんかあるじゃないですか、あのそのノリ的に、うんうん、抽選なんてないっしょみたいな、世界大会で抽選みたいなじゃんけんで決めようぜみたいになってんじゃんみたいなね。だからその上ぐらいが多分フェアプレーポイントとかですよね。なんで、まあ、そのイエローカードとか、うん、はい、レッドカードとかファールの数が少ないとかっていうのが考慮されたと。今までだそうなんですか、馴染みのなかったものが急に目の前に来た感がなんかありますよね。そしてそのポイント差で日本代表がベスト16に進んだと、はい、いうことでした、そして清々しい、うん、まあ、これいつまでもいじられるの嫌でしょうけどね、ご本人的にも、まあ、人間誰しもねミスありますから、いやありますよ、我々だとお昼をね放送してる時にちょっと漢字読めない時あるよね。ありますね、うん、とか言い間違いとかね結構しちゃいますよね、うん、はい、ということで本田選手がね、すがすがしいっていうのを、はい、でどこのシーンで見たんだっけあれは、これは確か大会が、うん、日本が多分終わってからですね、ベルギー戦の後だったんじゃないですかね、ベルギー戦終わった後かなんかだよね、うん、すがすがしいを清々しいと呼んだことによって、まあ、それが、報じられたということなんですけども、それも本田節じゃないかみたいな感じで割とポジティブに ね、 そうですね、まあ、だってもう本田さん選手自体が、割とそのなんか失敗を全然気にしないというか、うん、でそれを糧にまあ1個覚えましたねみたいな感じになってるところも、うん、まあ、らしいかなって気がしますね、はい、そして全員攻撃全員守備、うん、ということでこちらはまあ、体制が変わりまして、うん、森保監督が、まあ、現在も、ね、日本の方を指揮してますけど、うんうん、まあ、そのコンセプトはっていうところで聞かれた時の言葉ですね、はい、新体制が始まる時の新体制発表会の時ですね、ですね、はい、全員攻撃全員守備 と、コンセプトで掲げチーム作りをして進めていると、まあ、まだ なかなかその定着まではしてないかもしれないですけど、うん、それこそ1月でそういった、ね、アジアカップで、ね、アジアカップでどんな戦い方をしてくるの、うん、はい、とね、決勝トーナメントまでは少なくとも言ってくれると思うんだね、そういう、ね、戦い方をしてくれるのかってところですね、はい、そして UEFA ネーションズリーグですよ、今年から始まった新設大会始まりましたね。俺ね正直最後まで分かんなかったよ。僕も今ここで説明しろって言われたらちょっとできないかもしれない、まあだから割とその同じヨーロッパ UEFA なんでね、はい、欧州のサッカー協会が進めるその親善試合とかだけだとやっぱりそのだれてしまうんで、ちょっとよりスポンサーつけたりとか賞金つけたりとかレベルが似通ったチームと戦うことによってもっとそのエンターテインメントとしてこの親善試合を高めていきましょうって形で、優勝チームとかにはユーロの予選免除とかっていうのが当てられたりとか、昇格降格もあったりとかで、そのリーグ戦によってねっていうのもありました。ヨーロッパチームが国が多いんだね。多いですからね。な4なんですか、ディビジョンっていうのか。そう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 、まあ、ドイツが勝てなかったりとか、いろいろありましたけどね。ドイツは降格したんだね。そうですね。はい。2部ね。そしてモドリッチ。うん。まあ2018年のなんですかね、そのサッカー界全体のなんか顔的な存在じゃないですか、うん、モドリッチ選手は。それこそクロアチア代表はワールドカップで惜しくも準優勝で終わったんですけども、モドリッチ選手に関して言えば、ワールドカップでは MVP、そして先日行われたバロンドールではバロンドール初受賞、はい、そしてチャンピオンズリーグ3連覇、はい、クラブではねっていうような偉業を成し遂げたということ
でした、まあ、ロナウド、メッシーの、まあそのまあ、バロンドールでいうと、うんまあ、ここに風穴を開けるのはまさかノードリッチだとは正直思わなかったですよね、数年前から、ね、確かモドリッチも33歳とかですよね、だよね、うん、まあネイマールかなみたいなこと多分みんな、ね、だから思ってたと思うんですけど、連覇とかなかなか難しそうだよ ね、バロンドール連覇とか3連覇とかっていうのは難しそうかなって気がしますけどね。そして J リーグでも大きな話題を呼んだイニエスタですよ。はい、まあこれもね2018年、まあ、途中加入ですけどやっぱり大きなインパクトは残したと思いますね、うん、イニエスタ選手。推定移籍金約39億円移籍金ですか、ごめんなさい、年俸ですかね、推定年俸39億円はい、本当なんかプロ野球とかの番組とかでも、うん、なんか総年俸みたいでイニエスタ選手個人ランクインみたいなんでベイスターズ全員と一緒とかってやつでしょそうそうです、まあだからそれだけやっぱり各日本のスポーツ界で影響力をある人だなっていうのを改めて知りましたね。まあ何が言ってイニエスタの行くところそれこそノエスタがいっぱいになったりとか、はい、神戸がアウェイ行くときはそのアウェイ戦のスタジアムチケットが売れたりとか、いわゆるその新たなサッカー層の改革だったりとか、はい、眠ってたところもう久々に J リーグ行ってみようかなっていう層の、うん、掘り返してくれたっていうのは非常に良かったよね。そうですね、僕ちなみに浦和レッズとヴィッセル神戸が、うん対戦したとき埼玉スタジアムだったんですけど、うん、まあ最初はでかいんですけど私5万5000ぐらい入って、うんこれが J1 リーグでは今年最多の入場者数の、あ、そう、あれその時でもイネス選手が欠場だったんでね。で僕もスタジアム行くときに一つ思ったのが、スペイン代表のユニフォームとかを着てる人、バルサのユニフォームとか着てる人が多いのかなって思ったら、ああレッツのサポーターの方、ああまあもちろん多いんですけど、ああなんかイニエスタ選手もいるし、ポドルスキ選手もいるから、なんか久々に行こうかなみたいな層がいっぱい来てるのかなって僕は思ったんですよ。なんかあんまり別にイニエスタフィーバーみたいな感じじゃなくて、うんまあ、レッツのサポーターがすごい雰囲気を作り上げてたので、うん、まあなかなか最近スタジアム行かなかった人をなんか呼びを戻したのかなっていうふうに僕はちょっと感じたんですよね。新規っていうよりかは、まあ、そんな中でイニエスタはね本当に日本が好きだってこと言ってくれたりとかね、うん、インタビュー動画でも実際、はいスペインに帰国してる今もいろいろ発信してくれたりとかしてるんでね、はいまあ、さらなる、来シーズンも それこそビジャ選手がビジャも来てイニエスタも来てポドルスク見に来たのひとまずね。いやヴィッセル神戸来年は楽しみですね2019年は。いやもうヴィッセル神戸長年応援してる方はもう、うん、嬉しい人もいるでしょうね。はい、そして誤報じゃないよ本当レスタ、はい、これはね補足お願いします。はい、まあ、トーレス選手が本来サガン鳥栖に来るっていうのが、うんまあ、各国のメディアで報じられてはいたんですけど、うんうんまあ、それ以外も MLS とかオーストラリアとか、うんまあ、声がかかっていますと、ね、っていう中で、まあ、J リーグの公式サイトが、まあ、フライングで、発表してしまって、まあ、その記事は、まあ、すぐに取り消削除されてはいるんですけど、まあ、J リーグファンの皆が腰が浮くというか、えトーレス選手本当に来んの、これなミスったの本当なのどっちみたいになって、うん、そこからちょっと間が空いて、うん、最終的に加入しますっていう、うん、その正式なリリースが出たんで、うん、この誤報じゃないよっていうのはその、まあ、J リーグ公式サイトの、まあ、フライングに、まあ、ちょっと引っ掛けて、まあ、ちょっとユーモア、サガン鳥栖がタオルマフラーって、ね、そうですね、誤報じゃないよ本当ですって文字が入ったタオルマフラーなんかも発売されました、うん、そうですね、まあ、あとありがとうレスも結構、ね、それこそサガン鳥栖がねちょっと今シーズン苦しい意地になりましたけど、最後のマリノス戦のあのゴールっていうのはやっぱりトーレ選手がこういう大事な時にこの決める選手なんですよね。まあとはいえトーレス選手も来てイネスタ選手も来たっていう2018年でしょ、来シーズンビジャ選手は決まってますけども、うん、もしかしたらさらなるそうですねタレントが来るかもしれないですよ、ね、楽しみです。そして大月組長ですよ。はい、まあ J リーグの今年のなんですかね、まあ、顔の一人ですよね大月監督、まあ、暫定監督ですね、うん、はい、まあ、レッツが堀監督の下でなかなか、シーズン前半、まあ、そうですね、ちょっとシーズン前半で結果が出ずっていうところで、うん、まあオリベラ監督が来る、まあ、契約はしてるけどその間っていうところで、うん、まあ、大月監督が、まあ、指揮を取られたんですけど、うん、まあ、大月監督もね結構レッツにはすごく長くいる方なんですけど、うん、なかなか表舞台に出てくる方じゃなかったんでね、まあ、育成の方とかに携わってたりしたんですけど、うん、そのやっぱり監督でどうしても注目されるポジションになるんで、うん、急になのでこんな風貌なのみたいなところで結構話題になった。それこそオールバックでね、そうですね、うん、まあ、あとちょっとメガネがちょっとね曇ってる感じがね、そうですね、鋭い感じの眼光で組長とかアウトレイジとかツイッターで騒ぎになってねそうですね、それで非常に盛り上がってで、はい、しかもチームの結果もついてきたんでね、そうなんですよね、これを機にホットレッツが良くなってって、まあ、オリベイラ監督に本当上手にバトンタッチできたかなっていうふうに思って、そういった意味でいろんな話題を呼んだ、そうですね、その
話題先行じゃなくて、ね、ちゃんと結果もついてるということで大きな話題を呼んだキーワードじゃないかなと。僕はその札幌戦、ホームの札幌戦が最後だったんですよね、大槻監督の。でその試合行ったんですけど、マッチデープログラムってあるじゃないですか、あれの表紙が大槻監督だったんですよ。カードは大槻監督じゃなかったんですよ。それ多分選手なんですけど、大槻監督がマッチデープログラム表紙で売り切れになったんですよ。へこれってなかなかないと思うんですよね。まあちょっと買っときたよね。そうですね、記念にっていうのはそれがインパクトがあったんじゃないかなって思いますけどね、はい。そして J1 ですよ。 J1、 はい、うん、まあ、これも2018年は、まあ、ビファーレ長崎にとってはね、挑戦の1年ということで、うん、高田社長がね、はい、まあ、J1 っていう言葉をそのあちらの方言で J1 になると、はい、いうことでいいんですよね。そうですね、まあ、これはもう本当サポーターも、まあ定着していますし、ね、まあ、そういう横断幕とか、そうそう、とか、まあ、J1 残留だとかね、そうですね、ありました、ね、いうのありました、はい、あ、長崎にとっては、ね、降格してしまった1年なんですけども、うん、序盤なんか結構勝ち星重ねて、本当すごかったですね。この戦力じゃ厳しいんじゃないかって言われてる中で成績を残したと、うん、はい、まあ、結果的に最下位っていう形になりましたけど、うん、その最下位の中でも最多勝ち点っていう、まあ、過去のね、はい、歴代でねになってから更新というので、まあ、残留争いっていうのはね、今年本当最後の最後までどうなるか分かんない展開でしたけど、うん、そういった意味で今年は本当に見どころがあって多かったですね、はい。まあ、高木さんなんかもそれこそ成績伴わなかったんだけども、うん、やっぱサポーターの、まあ、それが叱咤激励もあった時期もありましたけども、はい、5年間勤めて、最後は非常にもサポーターの方に惜しまれながら、最後のあの挨拶良かったですね。挨拶、まあ、その長崎がちょっとサッカーのあの香りのする街になってきたっていう、ね、うん、言葉があって、まあ、それはやっぱ長崎が、まあ、元から上がってきて J2 初年度から結構もう結果を出し始めていたの でようやくたどり着いた J1 ということで、はい、それこそ高田社長はスタジアム計画からも考えてるん で、ね、それこそサッカーの街になる日も近いのかな、うん、まだまだ楽しみですね、はい。そして宮本恒康、はい、まあ、宮本監督も、まあ、あのUnder-23 での方で指揮は取ってましたけど、ね、やっぱこれだけあのフューチャーされるっていうのは、うん、まあ、なかったかなというふうには思うので、うん、まあ、ガンバ大阪、まあ、クルピ監督を呼んで、まあ、なかなか結果がね、出ない中で、うん、ちょっとどうかな、もうちょっと厳しいんじゃないかっていうふうに、ワールドカップ明けもクルピ監督が引き継いで数試合戦ったけど結果が出ず、満を持して宮本監督の昇格ですよ。まあ、J3 の方を率いてた時から、まあ、将来的にはね、いつか率いるのかなみたいなイメージはなんか皆さん描いていたかなと思うんですけど、まあ、タイミングがタイミングだったというか、そうね、はい、このさあの時最下位、折り返しは17位ですかね、確か降格圏に沈む中で、さすがに経験がまだ J1 の経験がない宮本監督でも立て直すのは難しいんじゃないかというふうに言われてる中、まあ、最初はなかなか止まらなくてね、結果がね、なんですけども、最終的に何連勝？9連勝ですね、まあ、これはクラブ、記録タイ、まあ、最終節に勝てば更新だったんですけども、そうね、まあ、けど、まあ、無事に、まあ、一桁順位っていうところで、さすがにちょっと前半戦のガンバ見てる限りだと、ちょっとこれはもう予想できなかったですね。いや、そうだよね。そして、まあ、残留はもちろん一桁順位まで上げたと、はい、まあ、宮本監督は一つのキーワードじゃないでしょうか、はい、そうですね。そして NSK、 なぜそこに行かない、これそんな話題になった？まあ、ツイッター上ですかね。ツイッターだよね、基本的にはね。まあ、マリノスのサポーターの方、うん、まあ、グランパスのサポーターの方、まあ、結構、うん、まあ、多いと思うんで、ファンの方が。うん、で、まあ、その中で、まあ、金井選手は、まあ、前半戦は、まあ、マリノス結構センターバックで使われてたんですよね。うん、で、まあ、その中で、まあ、本職はもともとね、サイドバックの選手なんで、まあ、グランパスに行って、まあ、やっぱりサイドバックの金井選手は怖い選手だよなっていうのを、なんか再確認させられた、このゴールっていうところで。まあ、グランパスもね、これそれこそ前半戦はね、まあ、ガンバ同様、うん、めちゃめちゃ苦しんだチームだったんですけど、うん、まあ、ジョー選手はもちろんですけど、うん、まあ、中谷選手、うん、丸山選手、金井選手、前田直樹選手、まあ、あのネット選手と、まあ、いっぱいね選手が来て、相当前半戦とはガラリと変わりましたけど、うん、まあ、最後最後残留と、ね、勝ち上がってって残留して、また降格圏に落ちて、そうですね、最後長寿らして、はい、なんだかんだでジョー選手が得点王と。いやー、ジョー選手すごかったですね、やっぱり。まあ、ブラジルリーグ得点王の名は立てじゃなかったですね。はい、という感じでね、サッカーキングの記事ではここら辺のキーワードを挙げたんですけども、他に気になる
キーワードとかありました？これまあその他で言うと、うん、まあワールドカップに戻っちゃいますけど、うん、まあ VAR っていうのはなんかそのサッカー界だけじゃなくて、VAR、なんすかそのバラエティとかその普段の皆さんの会話でも何かあった時になんかこれこれみたいな、これでジャッジするみたいな、これくらい乗ってねっていうなんすかそのノリみたいなやつが生まれたっていう意味では VAR っていうのは結構その脚光を浴びたかなっていうふうに思いますよね。なるほど、はい。まあ、あとこの戦術用語ですか、何ですか、ファイブレーン、ストーミング、ポジショナルプレーっていうのは、まあ、ツイッターでもよく流れてきましたよね。そうですね、まあ、特にそのストーミングとかで、ね、まあ、言うと、まあ、リバプールとか、うん、まあ、ジェイグで湘南ベルマーレとか。俺なんかはストーミングって聞くとどうしてもビジネス用語の話を思い浮かべてたんだよねで、まあ、ポジショナルプレーっていうのはね、まあ、それもまあペップのマチェスターシティとか、なんかその適切なポジションでちゃんと皆さんが動くみたいな、うん、そういう、まあ、それがちょっと対局みたいになってるのが、まあ、ちょっとサッカー見る上で面白いみたいな、うん、ところは結構注目でしたよね、うん、はい。まあ、J リーグでいうとあれですね、 FC 町田ゼルビアによってその J1 のどのクラブが昇格降格とかっていうところだったんで、うん、そうですね、まあ、ゼルビア頑張れっていうふうにその J1 残留争いしてる人が ね連合軍、連合サポーター軍できてねなんかそういうイラストとかも出てたりしましたけど、はい。まあ、あとは MNDまだそんな定着してないかもしれないですけど、 NMD って何、南野選手、中島選手、南野選手、堂安選手だ。やっぱ三重師の方が定着してんじゃないかな。まあこのネーミングがどうなのかっていうのはまあありますけど、うん、まあそのまあ、それこそその前は岡崎選手、香川選手、うん、本田選手とか言われてましたけどね、うん、まあこれが、まあ、まだ言うてね、2018年始まったばっかりなので、うん、これが今後どういう風になっていくのかなっていうのもちょっと、そうだね、楽しみですね。必ずしも絶対じゃないからね、うん、はい。まあ、ネイマールチャレンジとかっていうのはあれだよねちょっとネガティブな方だよね。まあネガティブな方で、まあでもネイマールもそういうのを逆に逆手にとってなんかすごいテクニック出したりとか、ね、インスタとかにね上げたりとかしたけど ね、クルピーって何、クルピのこと、そう、 レビー監督の時にガンバがちょっと成績が伴わなくてちょっとその苦しいっていうのとちょっとかけたみたいな、うん、まあ、ちょっとシャレみたいな感じですね。まあ SNS 中心にちょっと盛り上がったりとかって感じですか。なるほど、はい。ということでキーワードをいろいろザザザッと振り返ってきましたけど、はい、それだけでもあ2013年のサッカー界こんなことあったねみたいなのちょっと蘇ってくるよね。2018年、いや、なんて言ってた、13年って言ってました。2013年、古すぎだろっていう感じで、まあキーワードだけでしたけど、はい、2018年のサッカー界を振り返る、はい、上でもなんかああそんなことあったねとか、あれそれ今年だったみたいなキーワードもあったし、まあ、これを機にねまた2018年のサッカーもう一回見直したいなとか ね休みの時とかね、はい、なんで今日上がってなかった我々がなかなか上げられなかったサッカー界、2018年のサッカー界の、流行語もしあればコメント欄に書いていただいたりとか、いやいや2019年はこの言葉流行るでって予言者もね予言者確かに現れてくれると嬉しいなっていう風な気がしております。はい、ということで、ね、2018年はこれは最後の動画になるかな。そうですね、はい。ということでもたくさん動画上げてきたんですけども、2019年もバンバン上げていこうというふうに思ってますんでね、ぜひですねチャンネル登録の方を押していただいて、はい、お願いします。もしこの動画良かったと思ったらグッドボタンを押していただけるとね、はい、いいんじゃないかなって気がします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。良いお年を。